やっぱり救いだったのがラビノーズに入ったことじゃないかな。すごい、本人が本物で弾いてる。あ、ギター弾くラビノーズ。やっぱ一生忘れないもんな、指の動き。まあね、すごい。おね、これはすごいですね。撮っとこう、また喋る時に撮っとこう。で、中3の時にライブブラックボックスを聞き出したんですけど、はい、でもそれいろんなところでその聞く、みんなにあのライブブラックボックスが回ってきたとか、はい、それブラックマンの後期も言ってたし、めっちゃそれでコピーしたよ。そこが自分がギターをコピーしたギタリストと話するの今日生まれて初めてなんです。あ、そうなんか。今日一番ビビってきました。あ、そう。今日は一応ギタリスト直樹というところよりの、はい、今までいろんなインタビューあったと思うんですけど、まあ生い立ちが多かったからね。直樹さんってなんかギタリストの中でも、うん、ギターキッズにコピーされた人口がトップクラスに多いギタリストだと思うのかなと思うんですが、はい、で僕が高校とか中学の時って例えば、うん、ラフィンの曲とかコブラの曲って、うん、ホビーバンドがライブでやってて知るっていうことすごく、うん、それもよくもう聞かされますね、うん、自分も間接的に。そうで今でも僕覚えてるんですけど、うん、高2の時に先輩がライブやるって言ってライブハウス見に行って、うん、すごいかっこいい曲先輩がやってて、うん、時折ライブとかってそれでまた聞いたりとか、うん、であとあのコピーバンドっていうとその先輩たちがラフィンやってると自分たちやったらなんか締められたりするわけですよ。俺らがラフィンやるぞって言ったらお前ら別のをやれみたいな。そうね。なんか先輩だからコブラやったら先輩締められるみたいな。そうっていうのがあって、知ってる、ゲットザグローリーの取り合いとかいろいろ聞いたことあるもん。そう、 そういうのね、若い世代で、そう、うん、そういうところまで影響を及んでたりとかするんですね。はいはいはい、だからラフィンを聴いてとか、うん、直樹さんのギター聴いて、うん、あのバンド始めましたっていう、それをフォロワーって、多分今の時代ってちょっと情報ありすぎて、ギターヒーローって分かりやすくいなかったじゃないですか。そうだね、うん、今までどうですかね、そういうコピーしてましたっていうギタリストというか、ギターキッズと、うん、なんか結構しょっちゅうこう声かけられたり、あったりして喋ることもあると思うんですけど、ね、対バンとかやっぱりあったりとか、はいはい、ばったりの見えであったりとか。はい、例えばポリシックスとか、うん、ああいうサウンドのやってるのに、あのボーカルの林くんだったかな、やっぱり最終的に時折ライトをコピーしてたとかね、全然ちゃうやん。あと見たからにそうだなっていうのは、まあね、スタンスパンクスにいたギターの金ちゃんとかね、うん、コブラをものすごいコピーしてたしね。でももう俺は照れくさいですよ、ただ単純に。そうなんや言うて、後にメジャーデビューする人めちゃめちゃいたと思う。あ、多いよ。ロー IQ 市川くん、彼と仕事やった時にやっぱりもう、俺はめちゃめちゃラフィンノーズが好きだったんだぜとか言うて、あの語られたりとか、はい、もうでもイメージにないんだよね、みんな。そう、はい、でがやっぱり始まりが、はい、きっかけがそこだったとか、はい、いろいろ言われたり、だからあのブラックマンの敏郎だってそうだしとか、みんなそういうの聞くね、はい、だってブラックの敏郎も水戸でコブラ見に行った時に、はい、あのつまみ出されたやつだから。なんでですか。暴れるからだよ。当時やっぱ暴れるから、あの、はい、本当にホールツアーでも、はい、すごかったからね。まあもうキッズの熱量がやっぱあの頃、まあ、80年代から90年代にかけてはすごかったから、はい、もう今と全然違うやん、物に溢れた時代じゃないから、はい、もう尖ったものにこう興味湧くでしょ。そうですね、当時あのバンドやるかバイク乗るかぐらい、そうだそうだったと思う。あとオタクになってファミコンゲーセン行くかみたいな。そうだね。その中でラフィン聴いてギター始めるギターキッズがめちゃめちゃいたと思って、うん、なんかどういう気分なんですか、そのいろんな人が自分のプレーを真似るわけじゃないですか、うん、どういう心境なんですか。単純にでも嬉しいよ、はい、あなたのごとくギタリストはやっぱり80年代いたじゃないですか、はい、今でこそこう21世紀だったらギターヒーローはハテナマークやけど、誰がいるのか分かんないけど、はい、80年代に入ってくらいからすごいもんね。そうですね、めちゃくちゃいるからねギタリストなんて、はい、しかもみんな個性的じゃないですか、はい、だからその中で注目されたのは、手をつけられたのは嬉しいよね、ずっと、はい、で俺の場合だったらやっぱり服装も真似したりとか、ね、ギターだけじゃないんじゃないですか、そうですか、立ててみたいとか、はい、でも毎年何人も会うけど、やっぱこのギターを探しまくる人とか、はい、これはあのついこの間自分が聞いて知ったんだけど、このギターって世界には十数本しかないらしいね。僕全然知らないですよ自分、はい、こんなニューヨークでパッと見の一目惚れで新品の時に買ったから86年、はい、7年忘れたけど、そのぐらいのあたりに、はい、あのレコーディングと PV で、はい、あのラフィン初の、はい、あのニューヨークでやった時やったんやけど、はい、その時にもう空き時間に楽器屋巡りっていうかちょっと行って、はい、その時ポンと二人でこう楽器屋巡って、これが新品でこう本当に飾られてて、もうゴールドパーツがピッカピカに光ってたし、
すごいな、なんかすごいな。その時ものすごい現金キャッシュがなかったから、はい、東芝 EMI の人にちょっと前借りして後でって言って精算するから、はい、ちょっとあれクレジットカードでお願いするとかで、はい、うん、もうそれで帰ってきて、もうこのギター持って、ただやっぱりファイアーバードっていうのを持つ人も特にパンクはいなかったし、ラビンドーズってそういう意味ではポンがサンダーバードを持ってたりしてたから、はい、そうやって楽器のね、楽器の個性もなんかその若い子らに影響力を与えたみたいな、はい、すごくあると思うんですよね。あ、これ直樹さんが弾いてるから自分も買おうって言って、そうそうそう、ファイアーバード頑張って買うみたいな。だからもうな、これは手に入らないけど、はい、他の日本のブランドでファイアーバードの黒を買った子に何人やったか俺、はい、で、あのライブ会場でそこにやっぱサインしてることで、ね、持ってくるわけです。持ってきますよ、いっぱいしたよ今までファイアーバードに俺さえ、はい、だから着てるものと髪型とかギターとか少年たちが こぞって真似をして、そうなんですよね。いや、街に偽直樹みたいなのがいたりとか、ライブハウス行くとあの、うん、うん、いっぱいいたらしいですね。音楽好きで聴いてますっていうファンだけじゃなくて、はいはい、それぐらい、いや、人生変わった人もいる。まあ僕も言ってみれば、僕もやっぱギターコピーして、はい、パンクっていうの好き で、うんうん、でその流れでこうやってきてるっていうのがあるんで、うんうん、まあ自分がね、でも元の入り口から考えたら、もう俺はロックミュージシャンになるぜ、うん、田舎の街を出て俺は絶対にスターになるんだとか1ミリも思ったことがない人間だったんで、はい、だから自分的には不思議なんですよね、ずっと、はい、アマチュア時代に高校卒業、あ、中学卒業したら同級生だったね、ヨスコに声かけられたのが初めてじゃないですか、はい、そこでエレキギター転向ですからね。で、なんかもう何にもわからない、はい、なんかで当時機材もあんまりなかった時代だったけど、はい、まあでもなんか繋いでね、はい、スイッチ入れたら、はい、なって、後にもうなんか初めてね、こうやってじゃあディストーションっていうのがあるんだとかを買って、はい、ただもう分かんないじゃん、もうピーヒャラピーヒャラ鳴らして。でもそれじゃあ誘われてというか、その流れで始めた。もちろん。もともと少年時代で何を聞いて育ってたんですか。昭和歌謡ですよ、圧倒的に。え、例えば。いや、圧倒的にだからザ・ベソテンに入ってる曲は全部ですよ。アイドルも聞くし、それもキャンディーズからもう、はい、全部行くし、はい、で今なんか後追いで聞いたらよくできてる曲だねっつって、で 今だったらなんかすごいいい時代じゃないですか、はい、そうやってサブスクとかで何十年くぐりでその時の流行歌をずっともうエンドレスでかけられるじゃないですか、はい、だから飲み屋行って、そういう飲み屋行くともう飲むのをちょっと忘れて聞いてるもんね。で飲み屋のお客さんとイントロともしてるからね一瞬でかっ、そのぐらいやっぱ好きだったんだなと思って、そこでこうなんか自分はでも深掘りじゃないんだけど、俺だけが好きな音楽を探していく中でフォークソングに入っただけで、フォークソングでもやっぱ川島英語にちょっとハマってしまって、もうそこからは半年ぐらい英語漬けに川島漬けになったぐらい、もう学校から帰ったらずっとレコード聴いて、で譜面を広げて、当時あの、まあ、ドレミ出版だからなんかいろいろあるじゃないですか、ね、はい、学習が、レコード聴きながらずっと譜面を眺める練習、譜面が何を語ってるかをこう、うん、分かる練習もしたし、あ、だからあの逆にタブ譜が苦手なんですよ、めんどくさくて。じゃあもう楽譜のビジュアル見て音聞いて、そうそうそう、これはこうなんだな、そうパズルに組んでくれる、そう、こういう勉強したんですよ、うん、ギターはそこから始めたし、うん、フォアリを全部勉強するようになって、はい、でもそれが半年間ぐらい続いて、まあこう下手くそながらこう、はい、こういうソロから、はい、こういうスリーフィンガーの練習から全部一通りやってから、はい、あの本当もう中学2年の終わりには作曲始めてたから、もうギターっていうのはもう歌謡、そうなんです、もう曲作りたかったんですよ。で今あの弾き語りでこうソロでやってらっしゃるっていうのもその流れが最初にあるから、でもそうですね、まあベーシックとしたらものすごい遠い昔の自分なんだけど、うん、恥ずかしかったけど中学2年の時にフォークソング部入るんですよ。自分らの時代でもう小さま松山千春、女子が好きなのは長渕剛、はい、みたいな時代ですよ。ちょっともう拓郎はもうちょっとその前なんですよね、イメージはね。でもそれでみんなでこうフォークソング部にいるじゃないですか。ほんならもう部室にいるのはほとんど女子ですよ、男の部員なんて5人いたかなというぐらい、はい、まあそこにヨスコもいたんですけど、そうなんです全然来ない幽霊部員のようにいたんだけど、はい、まあ、そこから中学2年の夏休みに入る前にあの発表会があるんですよ、はい、部員たちの弾き語りをするんですよ、初めてで、やったのが初めて歌った歌が川島英語の天秤ばかりという、これまたどうものすごい暗い歌をチョイスして受けたんですか。あの受けそのね、
状況を把握するほどの冷静さもないの。だけどなんとなく覚えてるのが、人前で歌ったことのなんか何、終わった後の高揚感はあったんですよね。それで楽器待つことであるんですよ、発表会が、はい、で嬉しかったのが、音楽室が超満になったんですよ。ちょっとだけ人気あったんですよ、学校で。あの人が歌を見て、じゃあ見てみよう、後輩とかいろんな、もうみんな見に来てくれて、はい、まあその気になるよね。で中学卒業して本格的に、大当時だからニューミュージックから全部もう好きな曲レコード全部買って全部コピーしてたぐらいで、うん、学校のチョイスをミスったのか、男子校に行っちゃったんですよね。経営本部とかあるんやけど入りたくもないの、もう。でもう高校授業が終わったらもうすぐ地元に帰って、やっぱり中学の仲間たち、よすこ早崎くんって言うんだけど、早崎とこう、そのバイクに行くか、そうさっき言ったようなバイクに行くか音楽に行くかだったんですよ、うん、まあその極めつけがもう音楽に行くかっていうのが、それがもうパンクになってしまったんですよね、うん、音楽いっぱいあるけどパンクというジャンルに手をつけ出したから、当時もうよすことか本当に音楽大好きな人だったから、うん、でもパンクはよすこさんが弾き、もちろん彼があそこで俺に声をかけなかったらない。多分俺は本当に真面目にポップコーン目指してたと思う。でもその当時じゃあ具体的にパンクで聞いた音楽、アーティストっていうのは、いやでも、もう誰もが知ってる三大パンクは初めですよ、うん、もうピストルズは当たり前、クラッシュも当たり前、ダムドも当たり前、もうその他、もうその辺にあるもう有名バンド全部ですよね、うん、で、よすこの家に行ったら もちろんもっともっとマニアックなレコードがいっぱいあったから、それ聞いたりとかして、はい、で、こんなんやるんや、こんなんやりたいねんって書いて、はい、中国入った時にすぐオリジナルを作りたいってなるじゃないですか、はい、で、よすことかもバンド始めたらすぐオリジナルなんですよね、コピーバンドなんかしないんですよ、自分で曲作ってきて、本当にだからみんながしてるこの東京ライブ、こんなんを17の時に作ってるからね。あ、もうそれぐらいの時にできたっけ。そうなんです、置いてないと思う、こんなんも17の時に作ってるんですよ、うん、今もすごいなと思ったね、うん、でも訳も分からずに、でも俺はまああの実家を手伝わなければいけないしことが多くて、未商売のお手伝いするから、あんまり学校あっても練習したら、まあ夜は未商売やってるみたいな生活してたんで、で、四つ子とかはね、すごくもう尼崎という町に生まれて育ったんで、隣の梅田、もう南まですぐなんで電車で、でもそこでそういったそこにいたのがやっぱりラフィノーズの人たちとか、はい、いるわけじゃないですか、はい、ね、そういうとこと繋がっていくんですよね。で俺はもう気がついたらもうまあノイズバンドみたいなことやったり、ちょっとだけちょっとなんだろう、モズっぽいことやって、うん、ね、好きだったからそういう音楽にも手をつけたけど、はい、まあ、すぐそういったライブハウスによすこがもう取ってきたよみたいな感じじゃないですか、はい、もう行ってもう訳もわからん、特定のギタリストが好きで聞き込んでギターキッズというよりはもうすぐにパンクと、ですぐオリジナル、見よう見まねですよね。それでハードコアとかのレコードジャケットを見てね、まだビデオとかもあんまりない時代だから、はい、こう髪型のも真似や、それまで野球少年だった俺を近所のおじさんたちは急に俺が髪の毛立って間違えたら無視され始めるという、宮本家のあの子が気が狂ったって言われるぐらいの時代だったから、それもね快感になっていくんですよ。人に見られるという多分なんか潜在的に持ってるんじゃないですか、自分の中に。それが高貴な目であろうが、なんかね気持ちよすいいアドレナリンが出るというか、はい、だから詐欺すまれる目かもしれないけど、うん、何やれ気持ち悪い汚い言われても見てんね俺をみたいな気持ちがふつふつと入ってくるね。で髪の毛だってお母さんの兄弟の前でお母さんのね、うちのお母さんママだったんだけど、ヘアスプレーで3時間かけてものすごい髪の毛作ったりとかして、お母さんそれベッドでこう見てて、あんたそれの頭でどっか行くの言うて、うん、今から梅で行ってくるよ、うん、頑張っておいてなって嘘でしょと思うよね、親も。親御さんは寛容だったんですか。寛容多分ね、グレてる要素がないんですよ。楽しそうにやってるから、本当にその頃本当に街なんてヤンキーだらけだから、俺なんてただ音楽が好きで、ただ理解できないヘアスタイルしてるなぐらいだから、とにかく楽しくなったんですよね。で革ジャン何を着ていいかも分かんないけど、やっぱり救いだったのがラフィノーズに入ったことじゃないかな、うん、本当は怖かったんですよ。だって入ってみんな年上だったし、
あの当時の四つ上なんて怖いじゃないですか、自分まだ10代の後半で。だけどまあ、なんだろう、怒涛のようなスピードだったんですよね。もう振り返ってる時間がないぐらい、次あれやるよ、次インディーズ版これ作るよ、でこれ持ってツアー行くよ、ですよ、もうずっと。だからもう自分のギターを作んなきゃいけないっていうこと。もうだからもう一生懸命ですよね、もう与えられて。で当時ね、もうちょっと、じゃあこんなどんなソロしようかなとか、もう止められないラビングズの流れっていうのかな、あのインディーズの後半、すっごくて、ただ現場に行ってって言っただけ。じゃあご自身で技量的にはまだ追いついてみたい。全然ダメ。今なら、今の時代だったらと思いますよ。でも今の時代って基本デジタルじゃないですか、はい、でも何でも話してすぐ勉強することができる。ある意味とんとに情報がないんですよ。みんな何の機械使ってるかもようわからんし。でインディーズで、まあ、レコーディング何回もねやったけど、正解かどうかも分からない。だってドンカマが分からなかったんですよ、うん、メジャー出てきていきなり、じゃあドンカマ使おうか言ったら、ん、何ですかドンカマって。本でリズムマシン聞かされて、やりにくいだもん。それまで自由フリーテンポでやってたバンドが、気持ち走ってるよ、気持ち遅いよとかって言われて、わからないじゃないですか、あのスピードの中でね。でも自分らが好きだったバンドなんてちょっと走ってるしね走ってるのも味だし、もたるのも味じゃないですか、はい、だけどあの頃の80年代中頃っていうのはもうちゃんと作るっていうのがね、ベースにあるんですよね、はい、だからその戸惑いがすごかったね。一番最初のラフィンの、プッシーフォーセール、ああインディーズ版ね、うん、あれが一番最初ですか、はい、あれが最初です。でもあれ僕聴いてるんですけど、うん、いやでもなんか普通にバッチリ弾いてるじゃないですか。いやもうやめていやこれ一番最初からすごいなって僕は思いました、ね、いやでも無理あれは覚えてらっしゃる、どういうレコーディングがもういっぱい一回ポンと。そうですね、本番でもお金もそんなかけられんから、ほんと3日ぐらいでやってるんだと思いますよ、うん、スタジオイブっていうところに行って、もう怒涛のように終わっていくっていう、うん、わずかな記憶断片しか残ってないんだけどね。当時あの自分が弾いたものを録音して聴くっていうこと自体も結構特殊な気がする。そうですよね。どうだったんですかね、最初聴いた時に。正解が分かんないんですよ、何も俺。ただでも一応ジャッジマンというのがメンバーにいるじゃないですか。あいやあいやって、大丈夫とか、もうそういうノリやから、はいって言ってもう終わるだけやん。で今やったらね、何ミリ前にするとか後ろにするとか、もう貼って切って貼っていっぱいできる時代が今だけど、もうできないから。下手こいたのは下手こいたまま残るとか、はい、終わってほっとしてるだけで、その後にもうどんどん始まるから。インディーズ版最後ネバトラスウーマン作ってる時は結構自分がもう入ってたね、世界に。自分の欲求も生まれ始めた頃、楽しいっていう、レコーディングが楽しく感じられてるって言ったのはそのぐらいかな。しかも広告なんて言ったら宝島にちょっと乗ってるだけですよ。あでもそれ見て来るんですよ、来るって。あれは信じられなかったね、まだね。そこまで飢えてるお客さんたちが、だって行って現場で急遽2ステージって何回もあったからね、入りきらないよ客が。信じられない。もう当時メディアが限られてるから、その限られたところに自分の求めてるものを探しに行く人が、ね、びっくりしたね。だからどこ行っても客がいっぱいいて、もう俺はいやそこまで本気じゃないね、やめたいねなんてもう言えるわけないじゃないですか、そんなの。じゃあその怒涛のそのなんかスケジュールの中でやっぱりプレーも磨かれていったような感じなんですか、ね、うん、いやもう記憶がないっす記憶がないです。とにかくこなす、追いつく、追いつけ。でいきなり帰ってきたらプロのスタジオを用意されてるわけですよ、うん、でも何日がデッドラインですよ、ここまでに撮りますよってスケジュールバーカされるだけ、はい、泣きそうだったもん。未だに覚えてるし、明け方までスタジオにいること当たり前、うん、今やったらもうダメですよそんな仕事。でもそのファーストアルバムもみんなギターキッズがこぞって憧れてコピーすることになるんですよね。あの全部はやっぱり弾かせてもらえなかったんですよ。どういうことですか。あの要するにこう弾くじゃない、まあ、要するに制作期間だって最初リズム3日とか、うん、その後ダビング何日とかあるじゃないですか。やっぱりリズム取りだけでももう時間かかってしまったんですよ。今だら覚えてるもん俺、やっぱり1週間近くかかったんですよ、うん、全曲の、うん、で今度ダビング日がなくなるんですよ、うん、ダビング日がもうなくて、あとはスタジオミュージシャンにやってもらおうと思うよ、時間ないんでっつって、そうなんですか、いいですかっつって、もう泣く泣くですよ、うん、いいっすよと。
いやまだ俺も自分が何者か分かってないから、うん、いいっすよって、うん、でも腐らなかった俺、うん、そこに出会ったのが土方さんっていうギタリストね、はい、土方さん今日もスタジオに来て5曲ほど残ってたんですよ。あのバッキングは俺が弾いてるけどソロが追いつかないとか、うん、そういう曲とかもうスタジオのブースに入ってずっとこうやって見てたもん、うん、土方さんの指の動きすっごいな。でも土方さんっていう人も俺は知らないわけじゃないですか。急に来てでもあの時あの人も20後半ぐらいだったと思うんですよ年。うわほぼ全部ワンテイクOKでワクワク弾いていくわけじゃないですか。弾くわけやん知らない曲をちょっと聞いて譜面見てたけど BPM とでそれで今度待ってるのが地獄じゃないですか俺。それでツアー始まるんですよ、はい、その人が弾いたギター弾かなあかんねん。練習しだしたそっからですよ。いろんなもうやばいなっていろんなこと考えたの、はい、もう止まってくれないしスケジュールが、はい、次々じゃあほっといたらもう次のレコーディングですよ。二十歳の成人式俺山中湖にいたもん。ああ成人式かって言ってもう缶詰ですよスタジオ。もう終わったらツアーじゃないですか、うん、でもうすぐまたレコーディングじゃないですか、うん、次ラフィンロールだよはいツアーじゃないですか、うん、でももう振り返る時間なんかとにかくなかったっすね俺は。ちなみにさっきの土方さんの話っていうのはあれはあの正式にアディショナルミュージシャンでクレジットなんですか、それともあのな入ってないですよ。ゴーストなんですか。入ってないですよ。これ NG ですか。いいよ全然いいの。だって当時の俺らの時代のミュージシャンバンド結構ほとんどそうですか。僕は白状すると、うん、あのやっぱゴーストをやってるんですよ。あのバンドで技量がやっぱないから、はいはいはい、あの僕がアレンジャーだったんですけど裏で弾いて で弾いたものをギターの子がコピーして、はいはい、いやでも意外ですねラフィンはそんなスケジュール的な問題です、ね、スケジュール当時はもう朝帰り当たり前ね。来たばっかり家ないんですよ。ずっとチャーミーの家に住み込みだったから、はい、レコーディング終わったらもういつもタクシーで神奈川して亀有まで行ってでまたちょっと寝てスタジオに来るっていう生活、うん、何やってんだろうっていう、まあ、ギター気づかすれば夢のような暮らしです。いや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 でももうでもね振り返ればねいい経験で全て楽しいんですよ。一番おもろかったのはそれでさっき言ったラフィンロール86年の頃は、はい、メンバーでも好きにレコーディングしてるんですよね、はい、もうみんなで鮮明に覚えてるもんどこのスタジオにいたとか、はい観音崎マリンスタジオで撮ってとか言って、うん、楽しかったから覚えてるんでしょうねいろいろバーってやってでツアーやる、まあ、そこで事故があるわけじゃないですか。その一連のツアーの流れで事故が起こった時に、はい、まあみんなが知ってるあれだけどそれで謹慎期間っていうのももう結構あってでレコード会社もちょっと社会的制裁がラビの強かったん で一番最初に手を挙げたが東芝 EMI でミートマーケットの流れが生まれるんですけど、はいもうそれが今度ニューヨークになるわけじゃないですか。ラストロードは案外長いぜ。ラストロードは